どうもアメリカ皆さんこんにちは、コッシーです。ということでドラゴンクエスト11スペシャリスト時を求めてパート2をやっていこうと思います。はい、ってことで、まああらすじは、まあ生まれ育った、町村を出て今から、まあ、旅立ちの丘を探索していくというところですね。はい、毎回これ着替えるのちょっと悪いんだよな。これでダッシュか。まあレベル上げしながら行くか。ちょっと、お、新キャラ。え？お前大ガラスから来たよな、こっちに。先に行くか、あっちに。なんか洞窟に来たな。すごっ、滝だな。まあなんかデルカダル王国はなんかめっちゃ遠いらしいんで、まあゆっくりレベル上がりしていかながら行こうかな。お、村発見。こっからデルカダルなのかな、もしかして。お前さん、さては冒険初心者だな。何も知らねえまま旅をするなんて危険すぎる。いいこと教えてやるぜ。教えてやるぜ。あそこに焚き火の跡が見えるだろう。焚き火の跡がある場所ではキャンプをしてゆっくり休んでいくことがある。キャンプをしたいときは焚き火の跡を調べな。キャンプをしている間は夜になるから、憩いのひとときをのんびり楽しむといいぜ。何？こんな開けた場所で休んでいて魔物に。まあ確かにそれは疑問だね。安心しな。あそこに女神像があるだろう。あの女神像には神聖な力が宿っていて、それだけじゃねえ。あの女神像は町の教会と同じお祈りを聞いてくれたり、毒の治療をしてくれたりするんだぜ。まあ習うより慣れろってやつだ。俺の話が終わったら早速焚き火の跡や女神像を調べてみるんだな。こんなキャンプ地は世界各地にあるからよ。新しい土地に行ったらまずはキャンプ地を見つけることをお勧めするぜ。なるほど。最後にこの言葉を覚えておきな。旅にキャンプは欠かせない。キャンプを制する者は旅を制する。な、絶対誰かの言葉をコピーしたろ。伝えたいことは以上だ。キャンプでわからないことがあったら俺に聞きな。ここでいつでも待ってるからよ。いや、もういいよ、聞かないよ。まあ習うより慣れろって言うからな。女神像に祈る。神に導かれし迷い子羊よ、ようこそ我が主の庭へ。御用は何でしょう。お祈りをする。お告げを聞く。生き返らせる。毒の治療。呪いを解く。 2D モードにする。お祈りをする。これまでの行いを告白し冒険の書に記憶するというでしょう。これまでの行いか。神様、僕は今日バイトなんですけど、とてもめんどくさいです。本当休みたいけどお金が欲しいんで頑張りたいと思います。
たいです。めっちゃいるよ。なに、誰？あー、キメラの翼欲しいな。一個いるか。ございました。じゃあ休む？朝までそこ。てってって、なんかこの家やれそうじゃね。あ、いいのあるじゃん。ナイス。おお、ナイス。絶対多分あの人なんだけどね。バレるまでとんずらしよう。なんだこいつ、なんかいた、なんかいた。デルカコスタ地方、デルカダルジョ。あ、デルカジャ、デルカダルジョ、デルカダルジョが先かな。なんだこいつ、なんかオープニングにいたよね。あ、いるいる。なんだ、なんだこいつ。あの、あ、いるいるいる。あ、デルカダル城行けって言ってるのかな、これ。もしかして行くか。一緒に行きたいけど遅いから先行っちゃうわ。まあ経験値は後で集めるからいいかな。お腹押してる。毒消しそう。いいね、絶対手に入ると思ったわ。あ、ブラウンじゃね。この緑はなんだ。もうひ、ブラウンは分かったけど、これは開けない。大ガラス。あー、分からん。いや、ブラウンも好きだったな。初期キャラやっぱ好きだった、めっちゃ。落ちてる。降りたい。お、綺麗な枝。いいね。何に使うか分かんないけど、まあ、多分道具作るのに必要なんだろうね、多分。なになに、デルカコスタ地方、デルカダルジョ。なるほど。あれがデルカダルジョね。第一王国侵入。すんなり入れんのかな。おお、デルカダル城下町。え、何？ああ、馬車ね。あ、忙しい。お客さん誰もいないけど、中身何もないけど忙しいのか。なるほど。あ、なんか言ってるな。デルカダル王に用があってここに来た。そう、用がある。ああ、まだよね。
あ、夜の間王様が休む。なるほど。今昼だよな。よし、行くか。まあ、善は急げ。クエスト困ってるな。でも先に王様が大事。でか、噴水。お、なんか金の像があるよ。何の像だ。キメラ。不死鳥。不死鳥とかそういう系のやつかな。あの、すいません、王様に用があって来たんですけど、あ、だから王様に用があって来たんですけど、ふざけたこと言うな。お前が勇者であるはずがなかろう。さあ、とっとと帰る。俺たち、お前ら後で痛い目見るぞ。見せたいんだよね。わかった、待ってろ。実は先ほどは大変失礼いたしました。国王がお待ちですので、だろ、お入りください。でかー、広ー、神々しいな、なんか。なるほど。ここにもあった、なんか。なんだこれ、鳥？なんだ鳥だ。あ、使用人さん。騎士だ、言う、騎士だ。王国騎士、親衛隊とか。ユグノワの首飾りって言うんだ。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの王である。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。あれだよね、この勇者が生まれた時に会議してた人の、なんか長みたいな人だよね。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざ。あるよ、手の甲にあざ。うん、そのあざこそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ、喜べ。今日は記念すべき日。ついに伝説の勇者が歓迎モードだな。めっちゃ歓迎されてる。まあ、やっぱ勇者だから。
時に言うじゃよ、はい、そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。村の名前なんですけど、なんだっけ、ちょっと、そう、石の村で育ちました。はい、なるほどな、石という村か。ホメロス、ホメロスっていうのか、お前。はい、しかと聞きました。あのような渓谷地帯にそんな。いや、自分の国のことすら知らんか、お前。知っとけ、ホメロスよ。分かっているな、あとは任せたぞ。一種の村になんか褒美とかあげるタイプ、これ。まさか一人で乗り。レッツ海王やん。何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。え、なんで勇者だろ。グレイグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者、勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者、勇者と魔王は表裏一体。いや、それ言ったらおしまいだね。我が王はあのように聡明なお方、勇者が何者であるか分かっておったのだ。いやいや、お前バカだって、やめとけって。おー、いい、うざい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 。絶対なんかに操られてるタイプじゃん、こういうのって。それか普通に悪、普通に悪者タイプ。おー、悪者の感じだよね。グレイグっつったな、こいつ。騎士長か。医師の村か。お前の言ったことが真実か。3日もすれば。お前、医師の村に何するんだ。3日もすれば探索に出たホメロスが戻って災いを呼ぶ悪魔の子よ。お前の命もそれまで。やめろ、医師の村に手出すな。この足はまさか青髪のカミューっていうやつか。囚われない勇者。これ何？まさかこれトイレ？嘘でしょ？ここでしろってのかよ。仮にも勇者なんだけど。あ、ダメだ。勇者悪魔のコントロールだわ。あ、誰だお前。多分神言ってやつだろうけど。牢屋に入れられたぐらいでおろおろビクビクしやがって、しけた野郎だな。お前神言だろ、名前だけ知ってるぞ。ところでお前、何をやるかした。ここは牢の最下層だ。よほどのことをやらないとここまでは入れられない。何だって。自分は何もしてない、ただ勇者と名乗っただけだと。マジか。お、話分かりそうだな。こいつは驚いた。まさか勇者様が。そうだぞ、とりあえず仲間になろう。お待ちかねの食事の時間だ、取りに来い。お、ナイスパンチ。
油断しすぎだろ騎士も。まさか穴作ったのか。ちょっと待ってろ。貴様は。おお、音立てんなって。殺してはいない。ただしばらく起きないだろうな。この先手ぶらじゃ危険だからな。こいつを装備するんだ。お、剣もらったわ。ナイス。この感じでロットの剣もらえない？それからこれお前の荷物じゃないか。向こうの部屋に置いてあったから、ついでに取り返しておいたぜ。中身、俺も愛用の探検を取り返す。別にカバンの中何も入ってないと思うけど。こいつがあれば100人逃げ出せ。さて、他の兵士が来る前に逃げるとするか。準備ができたら声をかけて。準備も何もないんだけどな。なんかあんの？でもね、あ、なんか宝箱が。鍵持ってたりしない？ないか。じゃあ行くか。なんか鍵とかゲットできんのこれ。始まっちゃった。ずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が。確かに運命だわこれ。どうやらあの予言通り、俺はお前を助ける運命にあるらしいな。今は詳しく話してる時間はね。さあお前から先に行きな。うわ、ジメジメしてる。水路か。どこかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて、先に行ってくれ。お、頼もしい。さあ、探索スタート。デルカーダル地下水路。右？穴残してる。薬草、この中に薬草あんの？鍵かかってる。なるほど。なんかバイオハザードっぽいな。ここはちょっと鍵かかってる。ここは鍵かかってる。BGM 怖っ。ちょっとうるさい。見つかった、やばい。やばー。おい、置いてくな、置いてくな、神。逃げるぞ、こっちだ。やば、どっちだ。右？こっちだ。松明どうやって消すの？ああ、勝手に消えた。あ、絶対見つかったろ。どこにの神？てか、名乗ってないもしかして。うわあ。
バカバカバカ、早く行き過ぎだ。やばいやばい、囲まれた。しつこい奴らだ。しつこすぎだろ。ボロボロだし。やばい。おいおい、マジか。死ぬ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 、さすがに死ぬ。落下死じゃなくて足で死ぬだろ。運良すぎな。無事か。おかげで兵士たちを振り切った。だな。てかまだカミュって知らされてない？俺が勝手に知ってるだけで、本編では誰か分かってないのかな。まだ女神像お祈りしよう。これまでのことないか。ああ。神様、私勇者は LINE ではもう寝るね、おやすみと言いながら2時間ぐらいその後ずっと起きてました。ごめんなさい。はい、あるあるじゃね、友達とかでもう寝るわおやすみって言っときながらまだ2時間ぐらい YouTube とかゲームしちゃうみたいなね。会話を終了させるために使っちゃうみたいな。なんか今いなかった？オーラなんだっけ、グレートドラゴン、グレートドラゴン、あれか、金色のやつか。普通のドラゴン。やばーい。なんでこんなとこ住み着いてんだよ。あぶねー。まともに戦って勝てる相手じゃない。さっさと逃げるぞ。やばーい。やばい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 。あー俺が操作しなきゃいけないのね。ちょ、早く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 行って早く行って。マジかよ。飛び降りるぞ。オッケー。よいしょ、すげえな。間一発だったな。ね、さすがにここまでは来たー。しつこすぎ。どうだよ。また逃げんの。早く逃げるぞ。やばい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 、やばい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 、はや、はや、はえ。
や、やばい、やっば。逃げる。はい。大きくないです。早く逃げるぞ。さっきの障害物みたいに来たら終わる。次、次こっち来んじゃね。オッケーオッケーオッケー。真ん中？危ねえ。やば、やば。あっぶねえ。やばいやばい、待って待って、やばいやばい。普通にやばい。普通にやばい、普通にやばい、普通にやばい、普通にやばい。ちょ、逃げるぞ。そう、俺苦手かもしれん、これ。ちょ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 、おー、ナイスナイス、ラッキーラッキーラッキー。やばい、やばいやばいやばい、待って、やばい、待って、やばい、マジやばい、マジやばい、やばいやばい、メタルセル、おお、ちょっとメタルセル戦いたい、ちょ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 、しつこいってお前も。バカめ、ここまでだったら見つからねえだろう。行ったか。危ねえ危ねえ。なんか息詰まる俺も。本当だよ。だってあれ暴れたら白やばくね。え、ねえ、なんだ。嘘、嘘。火炎の息？やばー。助かったか。やれやれ、こんなところにいたら命がいくつ。本当だよ、世界中の歯何枚必要だと思ってんだよ。見つかるぞ。悪魔って言うな、勇者だぞ。うわー、きっつ、終わったー。いたぞ、この先だ。くそ、もう追ってか。いいか、よく聞くんだ。ここで捕まったらお前も俺も長くは生きられねえ。多分捕まったら死刑だよな、この感じ。俺も信じる。おい貴様ら、何をするつもりだ。俺の名前は神、覚えておいてください。もう知ってるよ。トレジャーズの主人公じゃないか。え？またオープニング？え？飛んだ？え？そういうわけじゃないね。え？
ちょっと待って、ちょっと待って。今から、え、待って待って待って。どういうこと？飛んだデータもしかして。こういうやつ。まあ、このオープニング好きだからいいけどさ、いや怖くね？大丈夫だよ。エマ。え？ちょっと待って待って待って。ちょっと待ってくれ。どういうことだ。ああ、お前とさっきいたよな、一緒に。いた、デリカだろう。クラーケン、グレーブ、アキラ。おい、アキラや。よう、ようやくお目覚めか。ここはデルカダールの外れにある教会だ。お前、あれからずっと気を失ってたんだぜ。勇者の奇跡ってやつを信じて崖から飛び降りたが、どうやらその賭けには勝ったらしい。たく、何が起きたかわからねえが、気づいた時には無傷で崖下の森の中さ。大したもんだな、勇者ってのは。さて、これでお前も俺も仲良くお尋ね者ってわけだ。のんびり休んでるわけにもいかないが、まずは俺たちを助けてくれたシスターに礼を言っておくとするか。はい、ってことでちょっと飛んでるかもしれないんですけど、俺のこの画面がちょっとなんかカメラがちょっと今止まりまして、はい、それに気づかなくてちょっと 2,3 分やっちゃったんですけど、まあ導きの教会に来て助かったっていうところからスタートですね。シスター様、お、助けてくれた。あら、旅の方、お連れの方のお体はよろしいのかしら。なあ、もうバッチリさ。あんたのおかげで。いや、めっちゃ助かった。マジで嬉しい。よかった。それは何よりです。ですが、お気をつけて。先ほど不穏な話を耳にしました。どんな話？何でも凶悪な囚人たちが牢を脱走し、この辺りをうろついているそうです。何？一体どんな恐ろしい人物が。まさか、俺たちのことか。そいつは大変だね。それでその、
町の様子はどうなっているんだ。町はなんとも物々しい雰囲気です。逃走中の2人の囚人を追って兵士の方々が懸命に探されています。なるほど。それにあの大英雄グレイグ将軍までもが囚人が来た医師という村への道を封鎖しに自ら南の渓谷地帯へ出陣されたのか。やばいな。あら、ごめんなさい。不安にさせてしまったわね。大丈夫。きっとすぐに悪人は捕まりますよ。それまではこの教会を宿と思ってお好きに使ってください。ありがとう。ありがとう、親切だけど。そんな長くいたらこのおばあさんに迷惑かかっちゃうな。外の風にでも当たりながらこれからのこと少し話さないか。医師の村、聞いたこともないが、あの渓谷地帯に村がある。そんなにみんな知らないもんだろ、その石の村ってのは。そこの出身なのか。村のこと気になるだろうが、謝るなよ。今来た道を戻ったところで、グレイグの宿を捕まるだけだ。はい、ワヤフラです。確かに捕まっちゃうな。奴に見つからず医師の村に行くには別の裏道を使うしかない。なんか埋めちゃうの？俺ならその道を知っている。ナイス。だが先に俺の用事を済まさせてくれ。デルガダールの城下町に忘れ物があるんだ。そいつを取り戻しておいて。いいだろう。牢から連れ出してやったんだ。それくらいの頼み聞いてくれてもいいだろう。まあしょうがない。いいだろう。よし決まりだ。けどこのままじゃちょいと目立つな。待ってろ、適当なもん探してきて。ほら、こいつを着て顔を隠しな。兵士どもが待ち受ける城下町にそのままの格好じゃ戻れない。確かに一発でアウトだ。隠れてるか隠れてるか分かっちゃうね。まあ、髪の毛とかが隠れてるかもいいのか。どうやら予言によると俺はお前を助ける運命にあるらしい。改めてよろしく頼むぜ。その予言って何？なんか夢で見たとか。神が仲間に加わった。連携は2人以上で同時に行う協力の技です。状況を満たす仲間がゾーン状態になると使えます。連携を使うことができる。なるほど。じゃあ、はい、ということで今回のパート2は、まあ城に行って捕まって、そこからカミューと一緒に抜け出してカミューが仲間になったというところまで、まあ約40分ぐらいか、43分ぐらいかな、はい、がパート2ということになります。じゃあ次パート3は、まあ一回裏道を使って城下町に戻ってカミューの頼み事を聞いて、それを済ませてからまた本編へ行こうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。